ゆっくり霊夢です。どもども、ゆっくりマリサだぜ。漫画、嘘食い、には20種類以上の、オリジナルゲームが登場するわ。今回は、作中最高の難易度で、理解できず脱落した読者も多いと言われている、ゴーの櫓、というゲームを紹介していくわ。そんなに難しい話なのか。私自身も、5回読んでやっと理解できたの。それくらい難解なストーリーよ。そんな人のために、ストーリーを理解しやすいように、難しい箇所を解きほぐして解説していくわ。解説内容は以下の通りよ。ストーリーが難解な理由を分析して、それを解消する形で内容をまとめているわ。ストーリーのネタバレではなく、あくまで補助的説明だから、一度読んだことのある人にぜひ見てほしいわ。読んだことのない人にもわかりやすく作っているから、この動画を見て気になったらぜひ読んでほしいわ。それでは早速解説していくわ。よろしく頼むぜ。嘘食いで登場するゲーム、ゴーの櫓は、作中最高難易度と言われているわ。このストーリーが難解な理由は、大きく分けて3つあると思うわ。1、ストーリーが長い。このゲームは5巻にわたって行われているわ。内容を覚えながらストーリーを理解する必要があり、とても難易度が高いと思うわ。2、登場人物が多い。このゲームに関わってくるのが、ゲームの参加者だけではないの。国家暴力、サット、世界的犯罪組織、アイデアル、暴力団、クラマ組、それぞれの組織がそれぞれの思惑通りになるよう、ゲームに介入してくるの。サットはゲームの中止、アイデアルとクラマ組は敵側の勝利、といった具合にね。3、高度な心理戦。ゲーム参加者は高度な心理戦を繰り広げ、戦っているわ。でも、どんな戦略で駆け引きをしているのかは、ストーリー終盤で明かされるわ。だから、初見では何が行われているかが理解できず、難解なストーリーとなっているわ。3つの理由でストーリーが難解となっているんだな。今回は、それぞれの原因に対して、1本の動画で収まるように、細部を省略して説明する。ゲーム参加者以外が介入する内容は省略し、ゲームの主軸に絞って説明する。ストーリーの内容説明パート、戦略解説パートに分けて説明する。といったことを重視して内容をまとめるわ。ストーリーを理解することに重点を置いているから、本当は面白い内容も泣く泣く省略しているわ。この動画を見て面白いと感じたら、ぜひ漫画でも読んでみてほしいわ。まずゲームの背景を説明するわ。ゲームには4人の登場人物が参加するわ。味方側は、天才ギャンブラー、嘘食い、ことマダラメバク、ハイビルの悪魔ことマルコ。敵側は、過去最強のギャンブラー、ステグマ、クラマ組構成員、兵庫。この2対2でゲームが行われるわ。ステージは、帝国タワー。現実の東京タワーを模したタワーよ。1階フロアと最上階の展望フロアが使用されるわ。勝利者の報酬は、500億円と絡めてよ。絡めてって何のことだぜ？絡めては、警察や大企業に潜んでいるスパイのことで、組織の内情を探ったり、操ったりするために使われるわ。絡めてを手に入れることで、その組織に絶大な影響力を及ぼすことができるわ。このゲームに勝利することで、大金と権力が手に入るということだな。どういうことよ。次はゲームのルールを説明していくわ。玉の数当てゲーム、ゴーの櫓。二人がそれぞれ、1から10個の玉を持つ。二人が持つ玉の合計値を当てるゲームよ。正解は展望フロアの入力端末で回答できるわ。ただし、入力は1人1回までで、3回入力失敗で、勝利者なしでゲーム終了よ。1回フロアは暴力禁止、1回以外は暴力有効よ。暴力有効エリアがあるのか。無理やり弾の数を吐かせることも可能なんだな。ええ、そうよ。ただ、心理戦でも相手の数を探れるように、補助的な設備が導入されているわ。地の境界し土地の部屋、1階フロアに設置されている、相手の弾の数を探り合うための設備よ。先行後攻に分かれて、弾の合計値を予想して、順番に答えるの。これを1ターンとして、ターンを繰り返し行うことで、相手の弾の数を推測していくゲームよ。注意事項は、ありえない数の回答は禁止よ。例えば、10個持っているのに5と回答するとかね。どのように推測していくのかがちょっとわかんないんだぜ。じゃあ試しにやってみましょうか。今回はわかりやすくするために、互いの数を公開してやりましょう。私が5個でマリサが7個ね。私の先行で始めるわ。私が8と回答して外れだったわ。私視点ではどう予想できる？霊夢は5個持っているから、相手の数が3でないとわかるんだぜ。その通りよ。じゃあマリサ視点からどう予想できる？私は7個だから相手が1でないとわかるんだぜ。その通りよ。でも、それだけじゃないわ。ありえない数は回答できないから。8、9、10でないこともわかるわ。霊夢は合計値を8と回答したから、霊夢の数は、8以上はありえないということか。霊夢は少ない数を回答したせいで、
相手にたくさんヒントを与えているんだぜ。その通りよ。回答が外れることで、数を絞ることができる。少ない数を回答すると、相手に多くヒントを与える。といった感じで数を推測していくわ。なるほど、わかったんだぜ。このゲームでは、入場料として、血液 600ml が採取されるわ。もし正解を当てられたら、相手の血液を、体内に入れるペナルティを受けるわ。他人の血液を 600ml も入れられるのか。死んでしまうんだぜ。また、ドジで正解してもゲームの勝利にはならないわ。展望フロアの入力端末に正解を入力して勝利確定よ。ドジは、あくまでゲームの補助的装置ということだな。そういうことよ。ドジを何ターンか実施し、正解が分かった時点で、入力端末に入力しに行く感じね。ゲームの背景とルール説明は以上よ。嘘食いとしてグマは1から10個の弾を選択する。互いの数を探るため、早速ドジ1ターン目を実施することになる。先行、嘘食いは11を選択。しかしこれは外れ。後攻、捨てグマは10を選択。しかし、これも外れ。1ターン目は数を絞り込めず終わったな。しかし、捨てグマは嘘食いの数を予想できたと豪語し、標語に入力するように指示するわ。その数は、8、よ、もう予想できたのか。すごい洞察力なんだぜ。しかも2回しかない入力権を使うということは、相当な自信があったということだな。しかし、その数は外れ。ステグマは入力権を1回失ってしまうことになるわ。そのまま、ドジ2回戦に突入するわ。先行、嘘食いは12を選択。しかし、外れ。ステグマは14を選択。しかし、これも外れ。2ターン目終了後、嘘食いが動く。マルコに13を入力するよう指示するわ。嘘食いも、もう予想できたのか。さすが天才ギャンブラーなんだぜ。そのまま3ターン目に突入するわ。先行、嘘食いは13を選択するわ。うん、おかしくないか。すでに数が予想できたならドジをやる必要ないよな。確かにその通りよ。でも嘘食いは、相手を徹底的に倒すため、血液のペナルティを受けさせようとしているの。ひえ、恐ろしいんだぜ。相当な自信を持って挑んだ3ターン目、先行嘘食いが選択した13は、なんと外れだったわ。ステグマが嘘食いのさらに上を行っているということだな。ステグマ、なかなか手強いんだぜ。そして3ターン目、後攻、ステグマは15を選択し、結果は外れ。しかし、ステグマはその結果から、嘘食いの数を完全に絞り込んだわ。その数は、16、悠然と入力端末に正解を入力しに行くわ。正解を先に推測されてしまったのか。嘘食いピンチだぜ。しかし、その数は外れ。ステグマは入力権を全て失ったわ。おお、ステグマ外したのか。でもこれで、嘘食い側1回、ステグマ側2回入力したから。ゲームは勝者なしで終了だな。実はそうではないの。2ターン目終了後に嘘食いはマルコに13を入力するよう指示していたわ。しかし実は、裏で入力しないように指示していたの。マルコは入力するふりをしていたということだな。だから、嘘食いの回答権は1回残っているの。最後の回答権を使い、18、を入力するわ。結果は正解。嘘食い9、ステグマ9で合計18だったわ。嘘食い勝利でこのゲームは幕を閉じたわ。各ターンに、ドジ及び入力端末で入力した数を、以下のようにまとめたわ。それぞれの弾の数は嘘食い9、ステグマ9だったわ。これを前提にお互いの行動を確認していくことで、互いの戦略がとてもわかりやすくなるわ。神の視点でゲームを俯瞰するってことだな。わかりやすくするために、数をどう絞り込んだかという、細かい数の流れは追わないことにするわ。どのような戦略を取ったかということに重点を当てて説明していくわ。それぞれが大きく仕掛けた瞬間は、ステグマは1ターン目終了後、嘘食いは2ターン目終了後よ。まずはステグマから確認していくわ。1ターン終了後、ステグマは8を入力しに行くわ。あれ、おかしいんだぜ。ステグマの数は9だから、8は絶対に正解しないよな。その通りよ。この、8、入力はステグマの決死の戦略なの。8を入力することで、自分は8以上派ないという勘違いをさせることができるわ。外す前提の8入力ということか。でも、ありえない数は入力できないんじゃなかったか。ドジではありえない数は入力できないわ。でも、入力端末では入力できるの。2回しかない入力権を1回捨てることで、相手に勘違いをさせる決死の作戦。これにより嘘食いは翻弄されることとなるわ。私もすっかり騙されていたぜ。でも嘘食いは最終的に、8入力の戦略を、ブラフだと気づくことができたわ。持ち前の鋭い洞察力で、ステグマの嘘を見破ったということね。でも嘘食いは、ステグマの戦略に気づかないふりをして、逆に自分の戦略を仕掛け返したの。次は嘘食いの戦略を確認していくわ。2ターン目終了後、嘘食いはマルコに、
13を入力するよう指示するわ。これは嘘食いの戦略で、実はマルコに入力するふりをさせただけなの。正解と確信した13ではなく、相手を惑わせるための13だったということだな。2ターン目終了時点で正解が13と確定するのは、嘘食いが6か7の場合のみよ。嘘食いが13を正解と確信したという偽情報を与えれば、ステグマに嘘食いの数が6か7であると勘違いさせられるわ。嘘食い目線で正解が13と絞り込めているのは、嘘食いの数が6か7だけだもんな。この勘違いを利用し、ステグマに16を入力させることに成功したわ。それによって、嘘食いは正解の18を引き出すことができたってわけね。嘘の13入力によって相手の数を引き出したということだな。嘘食いとステグマは互いに嘘を聞き合い、駆け引きを繰り返していったわ。騙し騙される心理戦で上手を取ったのが、嘘食いだったということね。そんな難しいことをしていたんだな。でも、どんな戦略で戦ったか分かった気がするぜ。よかったわ。この戦略で戦っていたことを頭に置きながら読むことで、格段に理解しやすくなると思うわ。今回説明していない細かい駆け引きもあったりするから、気になったらぜひ漫画を読んでね。今回は嘘食いに登場するゲーム、ゴーの櫓を解説したわ。あくまで、理解しやすいようにするための補助的な解説だったから、触れられていない部分も多いわ。気になったらぜひ漫画を読んでほしいわ。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。